最近映画見てますか皆さん。映画見てますか最近なんか映画見ましたか。まあいろいろ仕事とかでも見てると思うんですけど、はい、なんか印象に残ってる映画の話を。印象に残ってる映画の話か。まず僕からいいですか。はい。僕はなんか2年前ぐらいにトップガンマーヴェリックやったじゃないですか、新作。うんうんうん、なんかあれ見てからなんか定期的にああいうなんていうんですかね、もう超エンタメみたいな映画をこうもう見たくなる、なんかこう気持ちになる時があって、最近ちょうどその感じになって、ちょっと前の映画なんですけど、1975年の新幹線大爆破っていう映画があるんですけど、知らない。主演が高倉健さんで、高倉健さんが悪役なんですけど、はい、どういう映画かっていうと、新幹線に爆弾を仕掛けるんですね。その、まあ、1500人乗って東京から博多行きの新幹線に、爆弾を仕掛けるんですけど、その爆弾が80キロ以下になると爆発するっていう。うん、あ、じゃあずっと高速で走ってないと、高速で走っていかないといけない、でその犯人役が高倉健さんなんですけど、めちゃくちゃ面白くて、もうなんかそのスリリングさといいますか、75年の映画なんですけど、全然古さ、まあ、古さちょっとあるなんですけど、当時の感じなんであるんですけど、今見てももうめちゃくちゃ面白くて、150分あるんですよ。ちょっと長いんですけど普通に僕配信で見たんですけど、ベッドの上でこうだらっと、うん、もう全然飽きずに、もうなんかずーっと見れるっていうか、もうそのスピード感、もう走り、そのなんですか、新幹線がずっとやっぱ走ってるっていうそのスピード感と、あとその乗客のこのどうしようっていう感じとか、あと犯人の、まあ犯人が高倉健さんで、それがすごい僕の中ではなんか印象的なんですけど、なんかいつもこうヒーローみたいな感じですかね、こう男のかっこよさみたいなことを体現してるような方だと思うんですけど、なんか犯人役っていうのがすごい新鮮で、珍しいな、そうなんか珍しいって、でその犯人のこう背景も結構こうしっかりなんですか、社会的なこういろいろ背景が織り込まれてて、であとは新幹線側のこのなんか国鉄のこのなんていうんですか、葛藤みたいな、もっとどうするなんか、では乗客乗せてでも止められないみたいな、でもそういろいろあるんですけど、そのなんかもう感情もうわーってなってるし、ずっと走ってるし、なんかあっという間に本当に150分見終わっちゃうっていう、めちゃくちゃ、ね、面白かったんですよね。ちょっとアンストッパブル、あ、そうそうそうです。だから スピードとか、あのキアヌ・リーブスとかもあれのこう影響があるとか、やっぱそれの原型になってるみたいな。そうなんだ。それはなんかきっかけがあって選んだんですか。あ、そうなんですよ、新ウルトラマンの樋口監督が、今度リブートするみたいで、草薙さん主演で、Netflix で、そうなんだ、でそれちょうど見て、あーってなって、で U-NEXT でマイリスト入れてたんで、このタイミングでちょっと見ようかな、ちょっと面白そう、めっちゃ面白かったですね、なんか映画館で見たい、あー、もうそう、本当に映画館で見たいなって感じだった、本当に、久しぶりにこの150分あっという間みたいになると、しかもパソコンで、パソコンっていうか配信で、ね、そうだよね、小さい画面であんまりないかも最近、そうですよ、そうですよ、作品、いや、なんかトップガン見た時に本当になんか試写で見たんですけど、トップガン、大きいどこだっけ、映画館で、なんか本当に今でも思ってるんですけど、本当にもう圧倒されちゃって、ずっとぼーっとしたまま帰ってみたいな、なんかああいうのも映画体験だなみたいな、なんかこう思って、今やっぱ仕事でまあいろいろ見るんですけど、それこそセリフとか物語のテーマとか結構丁寧にこう追うような見方をするんですけど、やっぱなんてただ圧倒されるみたいな見方もなんかいいなみたいな、確かになんかもうすげーみたいな、もうそれが定期的にやると浴びるように浴びるようにして浴びたいみたいな時があって、そういう作品ね、確かにでも定期的に上映されてるから、うん、そうですよ、そこに乗っかっていくのはありだよね、うん、そうですよね、なんかリバイバルとかでやんないですかね、あ、ね、やりそ そう、ね、映画座とかでやってほしいよね、やってほしい、ぜひちょっと映画館でもう一回見たいと思った、本当になんかね、そう、初めて犯人側、そう、高倉健さんのその役の裏側も結構しっかり描かれてて、そのどうしてこ こういうことをするようになったのかみたいな、その工場を営んでて、まあ、ちょっといろいろあってこうっていう、まあ、それ見てもらいたいんですけど、その、ね、感じとかをね、なんかこれ感情移入しちゃうというか
新聞芸座さんあたりでちょっとなんかやってくれそうな。確かに投書すればやってください。投書とかあるんですか。わかんないけどなんかお客様の声的な。あ、確かに確かに。確かなんか、うん、届くかもしれない。メモして投書マジで映画館で見たいっすよ本当に。だってほらね、リブートするんでしょ。そうですね。あ、リブートのタイミングでやるかもしれないですね。あ、確かに。あ、でもさ、わかんないよ。わかんないです、ね。その情報拾ってないかもしれないから、やっぱ投資した方がいい。そうか、こっちから見たいものを発信していかないと、うん。いや、そうですよね。めっちゃ楽しみなんですよね。樋口監督だから、シン・ゴジラとかもやってられてる方なんで。どんな感じで。どんな感じで。ネットフリックスか。そうなんですよ。ネットフリックスで。めっちゃ、まあ、映画館でやってくれればいいけどね。そうですね。やってくれるかな。どうだろう。どっちだろう。もかなり予算かけるんじゃないかなと思って。ネットフリックスだから。そうだね。うん。で、プロデューサーの方とか見たら、シン・ゴジラとかやる人近かったら。うん、面白くなるんじゃないかな、ね、楽しみで。草薙さんなんで、その高倉健さんの役は草薙さん、うん、犯人役多分やるんですけど、 いつやるの、いつ、あ、制作が決まったっていうニュースが出ただけで、あ、じゃあまあ 1,2 年後、うん、そうざっくり言うとそのぐらいですかね、うん、いやもうちょっとそう、もうなんか、あ、いいなみたいな、ただ浴びるみたいな楽しいとか、なんかシンプルな、はい、熱いですよね。なんかそう、なんかたまに見たい。そう、ハラハラみたいな時みたいな。もうただこう浴びる、何回も言ってるんですけど。そうなんですよね。はい、最近見たのともダントツで新幹線大爆破。新幹線大爆破。はい、はい、ぜひもうシンプル、タイトルもシンプル。新幹線大爆破。覚えやすい、ね。覚えやすい。確かに。っていう感じです。僕はなんかどうですか。私はね、あの、はい、マルセル靴を履いた小さな貝っていうやつがあって、最近ちょうどアマプラで、アマゾンプライムでもうやってるんだ。そうなん、3月31日ぐらいからちょうど配信が始まって、これは見たいぞって思って見たんですけど、見たかったな私も。最近のはあったんですか。去年ぐらい上映があって、A24 の配給で、はいはい、あの1インチの貝のが主人公の物語、なんか 2.5 センチなんですよ、これぐらい、これぐらいの貝が主人公の物語で、貝ってどういうことか、貝が貝ね、貝殻、海にある貝殻、巻貝、巻貝って言うんですけど、に目がついてて、もうとりあのググってみてほしい、めっちゃ可愛い、うん、私はこのマスコットを今買おうか悩んでいるくらい、あ、グッズあったよね、あります、ね、そのずっと SNS で流れてきてるの見てて、はい、気になってたんですけど、とにかく可愛いんですよ。でもそのストップモーションと実写が掛け合わさってて、はい、そのモキュメンタリーの手法で撮影されてるんですけど、はい、ディーン・フライシャー・キャンプ監督っていう監督が、はい、その2010年から14年間 YouTube でそのちょっと短編として公開してたものを、うん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 、長編映画にして公開されたっていうやつ。そんな感じなんですか。はい、今でもその十何年前のやつが見れるんですけど、さっき見たら。そうなんですよ。で、そのアニー賞っていう、はい、そのアニメ界のアカデミー賞って言われてる賞らしいんですけど、はいはいはい、それの脚本賞とか長編インディペンデンス賞とかそういうのを取って、もう賞も結構と、はい、結構確かに。いやもう本当にね、可愛い。もうなんかね、しかもこの90分という割と短い間なんですけど、結構ギュギュッといろんな、うんうん、物語がこう凝縮されていて、すごいいろんな感情になるんですけど、切ないとか、そうなんだ、そういう、うん、なんかすごいほっこりとか、うん、この絵が、ね、レコードの上でこう走ったり、このランニングマシンの感じがしたり、パンの中で寝たりとか、はい、あ、可愛い感じもある。そう、この貝のマルセルとそのおばあちゃんが一緒に暮らしてるんですけど、貝の、ま、うん、あ、マルセルっていう、それを監督がこうインタビューとかしながら、なんかモキュメンタリーなんで、あ、ちょっと声かけながら撮ってるんですけど、その映像がなんていうんですか、実写とストップモーションなんです。ああ、なるほどなるほど。めっちゃ可愛いから、で90分で Amazon プライムでサクッと見れるので、癒されたい時とか癒されたい時とかにちょっとなんか、うん、そういう時に見たい。ちょっと肝皮っていうか、なんかこういい、そう、でもなんかクスッとも笑えるし、なんかとにかく可愛いんですよ。なんかいろいろシーンは言いたいんですけど、ちょっと言っちゃったらなんか、
ね、せっかくなんか、あ、はい、せっかくだから見てみます。あ、A24 なんですね。そうなんです、そうなんです。へえー、これはずっと気になっててみたいな。そう、ずっと気になってて、私も気になってた。あ、モデル、そうそうそう、それがちょうど Amazon プライムで来たので早速見ました。しかも90分っていうのもいいですね。そうなんですよ、さらっと。なんか通勤の間とか電車とかでも見れるぐらいの人もいるかも。あ、まあ、人によっては、はいはい、はい、移動中にこう、はい、あ、じゃあ結構軽く見れる感じですか。結構なんか軽く見れる感じです。まあでももちろん落ち着いて見てもいいんですけど、はい、割と軽く見て、もともと YouTube で配信されてたもの、あ、まあ、ものっていうか、はいはい、まあ、それを映画化はしてるんですけど、うん、なんか結構、なるほどな、うん、なんかこう気軽に見れるっていうのもありますよね。マイリストにいくつかありますよね、うん、あるある、ずっと入ってるけどずっとマイリストに入れると見ない現象ないですか。あ、入れて安心しちゃうのかな。入れて安心しちゃう。入れてないやつから見たりしてる。あ、確かになぜか確かに入れてんのに。その時の気分で選ぶから。あ、確かに、そうね、確かにね、やっぱ気分か、うん、気分は大きいよね。気分めっちゃ大きい。これ今じゃないんだよな。配信終わっちゃったりとかね、そうなんですよ、するしね。そうなの。配信終わっちゃう問題ありますよね。うん、そう。いつまでも見れると思うの。いつまでも見れると思う。本当にそうですよね。それこそ、そっか。きっかけがあればな。僕も新幹線大爆破のこうなんかリブートとかあると、うんうんうん、こう見るとか、うんうん、なんかそうなんだよな。特に海外作品だとその。はい、上映権が終わるっていうこともあるから。ああ、そうか、そう、なるほど。それこそいつまででも、いつまでも見れる可能性、いつまででも見れない可能性が高いよね。ああ、そうですよね、うん、そうか。じゃあもう一回見直しとこう、マイリスト。なんかめっちゃ溜まってたんだよな、なんか見たら久しぶりに。定期的にね、ちょっと見直しと更新をした方がいいよね。そうですよね。うん、それで言ったらちょっと全然映画関係ないんですけど、ドラマのトッケビっていう韓国ドラマがすごい有名なんですけど、あ、なんか名前も聞いたことある。私もなんか見ててすごい面白いっていうのを聞いて、ランキングもトップに入ってるから、はい、気になったりつつなんかいつも見れなかったんですけど、それが今月で配信全部終わるらしくて。あ、終わっちゃうんですか。そうですか。ドラマもあるよね。なんですか、なんでやるんですか、その配信。なんか各配信なんかいくつかプラットフォームあるんですけど。あ、あるんですね。4月の末とかで終わるらしくて、その十何話を一気見しないといけないから。あ、十何話か。はい、十何話かな。なんかすごいたくさんあるじゃないですか。でも韓国のドラマって1話が長いイメージがあるから、だから見切れるのかなって終わって思いつつ、もう終わりの日が近づいてきてる。確かにな、取り組んだ方がいいし。僕もあれだな、ウ・ヨン弁護士は天才だ。うん、途中までだな、まだ。それを見るって言ってずっと言ってきながら。いや、面白いけど。あ、見ました。私まだ見てないな。あれ全部見たらっていう感じあります。一個一個が結構面白いじゃないですか。なんか、いや、でも続いてるから。あ、続きますよね。そうそうそう。いや、でも、そうか。見なきゃな。うん。面白いですね。の側面もありつつ、やっぱりその、その誰かとの関係性とかは、はいはいはい、もう進展していくから、はい、うん、そこはやっぱそこは見た方がいい。見た方がいいね。そうですよね。いや、なるほど、うん、ちょっと見よう。あ、面白そうだね。私もこれ気になってた、パクンビンちゃんのやつ。あ、そうです、そうです、そうです。あの、めっちゃ面白いですよね。じゃあ次それやりようかな。そういうのはまだあるかも、多分。まだ、まだあると思います。比較的そんな古くはないよね。そうですよね。あると思う。最近だった気がする。うん、ちょっと感想頑張ろう、私は。ありがとうございます。鈴木さん、なんか。そうですね、私、いろいろあるんですけど。ですよね。いや。ですよね。3月の29日に公開された、はい、美と殺戮のすべてっていう、ドキュメンタリーなんだけど、はいはいはい、あれ、どういうやつでしたっけ？写真家のナン・ゴールディンさんっていう方が、取り組んでる、はい、あ、でも、まあ、一旦、まあ、取り組んでる、まあ、今も進行形かな、はい、の活動を追ったドキュメンタリーで、はい、何をしてるかっていうと、
まあ、ダン・ゴールディンはまあ写真家だから芸術家でアートに携わっている人 で、はい、でまあ、そのダン・ゴールディン自身もそうなんだけど、うんうん、そのアメリカにあのオピオイド危機っていうあの、まあ、そういう問題が社会問題みたいなものがあって、はい、何かというとあの医療用の鎮痛剤、はいはいはい、あのをあのがあるんだけど、はい、それをあの医者が積極的に、はい、あのその患者に処方していた時期があって、あで実はでもそのオピオイドっていう薬があの、まあ、すごい過剰摂取による中毒死だったり、なんかもう麻薬みたいに依存性がすごく実は高くて、あ、なるほどなるほど、そうだからなんか合法的な麻薬っていうふうに言われているぐらい、まあ、でも医者から処方されてるから安心して普通に飲むじゃない、うんうん、でもなんかそれから全然手放せなくなっちゃって、で、はい、あの亡くなる人がすごく急増してしまってっていうところで、じゃあその黒幕は何誰かっていうと、そのサックラーっていう、はい、あの一族、うん、あ、一族を抱えた一族の製薬会社がそのオピオイドっていう薬を生産していて、で、まあ、そういう力を持っているから、あ、権力が、そうそうそう、だからそういう積極的に処方するっていうところで、まあ、医者にも報酬がいって、もちろんその売り上げで一族も、あ、もちろん富を得るわけじゃない、なるほどなるほど、うん、で誰かがそういう苦しんでいる、はい、お金、苦しんでいる人たちからこう、うん、搾取したお金で何をしているかっていうと、まあ、もちろん資本を増やすこともそうだし、うん、いろんなあの美術館で名だたる世界中の、はい、まあ、そこにはあのメトロポリタン美術館だったりとか、アメリカだけじゃなくて、はいはい、ですね、名だたる美術館、そうそうそう、ね、フランスの、ピラミッドルーブルですか、ルーブル美術館だったりとか、イギリスの方だったりとか、もう本当各地の絶対観光地にそこに行ったら行くぐらいの美術館とかにすごい多額の寄付をしていて、でだからそういう、まあ、寄付をしてるから、そういう桜なんとかっていう名前がついた部屋があったりとかして、だからそういう風に、だからそういうあのや実は陰でやってることを知らないと、うん、あの寄付をすごいしてくれてるありがたい、うん、あのそういう活動、うん、美術の活動にもすごく積極的な、はい、あのまあ、一族なんだなっていうふうに見えているけれども、うん、でもやっぱりそういうことをしているし、実際そのダン・ゴールディン自体も、うん、あのオピオイドの中毒になっていて、でそこからあの復活というか乗り越えてはいるんだけれども、はいはい、そう、自分もそうだったし、同じように苦しんでる人もたくさんいるから、あのこれはそのままに絶対しておくことができないし、自分はそれに芸術家だから、はい、自分の作品が展示されているそういう美術館とかで、そういう彼らのその名前がついた部屋があるっていうこと自体も絶対おかしいっていうところで、うんうん、あのいろんなあの、まあ、デモだったりとかパフォーマンスとしてあの訴えるっていう活動をずっと続けていって、うん、でまあ、そういうふうにこう地道に続けていて、仲間も増やしつつ、はい、時に危険な目を遭い、うん、ながら、うん、ずっとなっていくかっていうところを追ったドキュメンタリー、ドキュメンタリー、そう、僕てっきりナンゴールディンの生涯みたいな感じかと思ってました。あ、でもね、そういう作品だったりとか、その彼女 の、はいはい、あのどうい う、 こう人生を歩んできたっていうのも同時進行で描かれるから、その写真家としてのナン・ゴールディン自体のことも知ることができて、あ、すごい、あのだから知らなくても逆にナン・ゴールディンのこと、うん、はいはい、あ、でも全然、うん、作品とかもたくさん見れるから、そういう社会背景もあるよってことが描かれて、そう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 、すごいよかった、ドキュメンタリーなのかっていう、ドキュメンタリーめっちゃ気になってました、あれすごい、なんか日本、まあ、今もさ、その、まあ、全然違うものことで言うと、そのガザの侵攻とかで日本の、はいはい、あのロボットを作る会社が実はそのガザを攻撃しているミサイルを作っているロボットを提供しているっていうのがあって、なんかそれともちょっと似ている要素もあるから、そう、見えないところで、見えないところで、そう、そういう誰かを傷つけることをしている、間接的にみたいな、っていうところもちょうどそういうタイミングとも相まって、なるほど、すごい、なんか今のこのなんかそんなに、そうそうそう、自分となんか
なんだろう、遠いこととしてあんまり捉えられない、むしろこう結構身近なこととして捉えられてるなと思って、それがすごい興味深かったし、なんか全然そんなんか難しく描いてもいないから、結構分かりやすくて、これはかなり、見てよかったなと思って、いやちょっと見たくなりました、なんかあれビジュアルがすごいかっこよかった気がして、そうそう、多分ナンゴールディンの作品の1枚が、使われてる、あそういう感じだったのか、そう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 、なんかどこにお金を払うかとか何を選ぶかみたいなところってなんか、なんかあんま考えないで普段やりがちなところもあるけど、そういうの、大にしてありそうです、ありますね、どこにお金がいってるのかみたいな、あるよね、すごいなんか難しいですよね、税金とかも。でもそういうの考えるきっかけになりますね。そうですね。ちゃんとそういうところも見て選ばないといけないなっていうのを、本当思いますよね。ナンゴールディン、そういうことやられてたんですね。そう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 。普通にあのかっこいい写真が、なんかそういう感じの普通のあれっていうか。そうそう、でもなんかやっぱりそういう自分の作品、はい、をそのとか展示がをやってる場がそういう、そういう風にこうなんだろう、実はそういう資本でこう運営されてるって、はい、ちょっとやっちゃうのやっぱり、そうですね、複雑というか、確かに、ちょっとやめてほしいみたいな、むしろ、でしかも自分自身も被害者っていうのもあるから、なるほど、そう。え、活動は具体的に写真を使ってとかそういうのことではない、なんかこういろいろやるんですか、自分で声明を出して、なんかそういう、あもちろんそういう具体的 な, あの体的な、あ弁護士の人とその一緒にやって、あこういうことをしているのをこうなんか、あの、例えばこう美術館、主にその美術館に訴えかけるところから始まるんだけど、こういう理由、こういうことをしていて、その資本でこういうことを、こういう、寄付自体をしてるっていうのは、はい、美術館としてもこうやっぱりこうどうなのかというところで、投げかけて、投げかけて、で、デモ活動みたいなことも、ちょっとこうあの過激な、やり方、でも傷つけるとか破壊するとかそういうことではもちろんないんだけど、パフォーマンスの一環として、でやっぱり注目されるっていうのもすごく大きいじゃない、そうですね、だから一般の人がいる、その一般のそういう、お客さん、入館者がいるところで、パフォーマンスを始めたりとか、そういろんな手法を使って公の場でやったり、そう訴えてこういうことをしているから、私たちはこういうことを訴えたい、こういうことをやめてほしいっていうのだったり、もちろんそれだけじゃなくて法的手段を使って、美術館だったりその桜家に訴えるっていうこともして、そうちゃんとそういうこう罪となることをしているんですよあなたたちはっていう、それで成り立っている会社だからどうなんですかみたいな、ちょっといいな、はい、見ます。あれそれって今やってるんです、ちょうどやってる、まだ全然1ヶ月も経ってないから、そっかそっか、まだまだやってると思うので、見ます、ありがとうございます。次、最近気になってる映画、いっぱいあると思いますが、僕はですね、最近試写で濱口監督の今度新作4月26日にある悪は存在しない見て、もうめちゃくちゃ良くて、良かったですよね、すごい良かった。でもそこから濱口監督、なんですか、ちょっといろいろ調べ出してというか気になって、やっぱハッピーアワーっていう映画があるんですけど、5時間17分気になるっていう、これも見たいなと思ってて、前も鈴木さんとお付き合いで話したんですけど、映画館でレイトショーで前やってて、そのレイトショーじゃないでしょ、オールナイトでやってて、行けなかったんですけど、オールナイトで見るとどうかなって、見た方がいい、夜の深夜の5時間、わざわざそのオールナイトを選ばなくても、なんか30代の女性の4人のこう
こうですか、日常生活とかを描いた、うん、結構こう何かドラマがわーってあるよりか多分こう淡々とした日常を描いてるような映画だと思うんですけど、うん、そうそう、5時間ってどんな映画、今僕5時間なくて、今まで私もないかも、5時間、ね、あれどんな感じなんだろうっていう、その一回オールナイト上映試しに、試しにっていうか行ってみるのはあり、行ってみるのもありだよね、経験としてね、寝ちゃったらまあ、ね、次違うところで寝て起きたらなんか違うシーン、なんか違うシーンみたいな、寝てね、ラストまで寝ちゃう、じゃあレッドブル勝ち込んで、あ、レッドブル勝ち込んでね確かに、そうね、そうだから、でもこういうの映画館でなら見れる、うん、なんか映画館で見た方がいい、そうですよね、でもそれこそさっきの話なんですけど、アクア存在しないタイミングでまた映画館でやるタイミングがあったら、そっか、私も行こうかな、そしたらなんかちょっと行きたいな、うん、ずっとありそう、そうですよね、ありそう、ありそう、浜口監督面白い、なんか会話が本当に面白いっていうか、なんかもういろいろ語るところいっぱい、アクア存在しない感じもあるんですけど、本当会話面白い監督なので、本当にその登場人物の後ろにこう自分もいて、うん、盗み聞きしてるよう な, なんか感じで、うん、なんか喫茶店でこう聞こえてくる声聞いてみたいな、本当に些細もないけど面白い、なんていうんですかね、引き込まれていくどんどん、うん、面白いなと、なんか特別こう面白いこととかを言っているわけではないんだよね、そうなんですよ、本当に身の回りやる、何なんだろうね普通の会話だよね、普通の会話なんですよ、普通の会話なんだけど、なんかずっと聞いちゃうんだよね、ずっと聞いちゃうんですよそれこそずっと聞ける、なんか、うん、聞ける聞ける、ずっと聞ける、この見方がいいかは置いて、でも BGM 映画みたいになんかずっと流しておくのもありかもしれない、はい、めっちゃ思います、思います、うん、BGM になんないかも、聞いちゃうから、あ、まあそうか、聞いちゃうね、うん、確かにこうなんか本当近くでずっと聞いて、自分もこうなんか参加っていうか、なんかこうその場にいるような感じになりますよね、そうそうそう、不思議だよね、あのあれ作り上げるあの感じ、本当に、うん、すごい不思議だよね、あと偶然と想像っていうオムニバス、うん、それも会話劇、うん、浜口監督のやつあるんですけど、それもぜひちょっと見たことない人見てほしいですね、本当それこそ会話でもうの妙、なんか豊かな豊かさみたいな、うん、本当にっていう感じですね、なんか普通にえってなるよね聞いてて、会話聞いてて普通にナチュラルにえってなる笑えるんですよね、なんかあの感じ、急に笑、なんかこうドッと笑えるというか、うん、で悲しさもあったりとか、そうそうそう、切なさもあったりとか、いろんな感情になるっていうか、うん、まだ見れてないから行きたいな、ハッピーアワーちょっとぜひ見たい、うん、今気になってる映画ですね、やっぱその長い映画を、はい、見るっていうのは、はい、その前にあの新潟イメージフォーラムの山下支配人のインタビューでも言ってたけど、はい、なんか成功体験になるから一回、ね、見れたら、うん、やっ終わったやったから やりきったみたいな、だから私、何時間だっけな、あれ、はい、あれもでも水俣マンダラ、はい、原和夫監督の、はい、6時間あるかないかぐらい、2回休憩が入るんだけど、 そうだったんですね、うん、それを2回休憩あるんですか、2回休憩が入って、だからそんなにずっと長く、まあ、2時間とか1時間半ぐらいで1回ちょっと中断みたいな感じだったっていうのもあって、そうだったんです、完走できたから、だから5時間って聞いて今、はい、5時間か嘘だろ、いけるいけるみたいなってなるよ、やっぱりさすがすぎるな、一回だから一回一回やると、うん、ハッピーアワー休憩あるのかなっていう話も前して、いや絶対あるでしょ、ね、うん、インターミッションみたいな、うん、ないとちょっとトイレとか、そうですよ ねその絶対立っちゃう人いるよね、その体的なちょっと、そう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 、休憩な、うん、1、2回はあるんじゃない、そうですね、さすがに私もシアターイメージフォーラムさんの基準で、あのタルベラ監督のニーチェの間とか出てきて、あれ公開当時行こうかなと思ったんですけど、い長いからなっていうのすごい、結局行けなかった、タルベラもやりたいな、そうだね、あれもね、見終わったら観客となんか一体感が一緒に動詞みたいな、こう見たよねみたいな、うん、なる感覚とか、一回やります。一回やります。みんなでやります。ちょっとあれもそう、一人で一人でよりかは、まあ、誰かと参加したい人をこう募って、そうですね。で、もうアポイント入れちゃう。ポイント入れちゃう。そうですね。ちょっとハッピーアワー会。励まし合いながら。励まし合いながら。
休憩で顔合わせて、うん、そうそう寝てない大丈夫確認し合ってそれはありかもしれない、うん、ちょっとそれやってもいいかも、ね、いいですね、いいですね、うん、私は6月7日がちょっと注目の日なんですけど、はい、6月7日、6月7日は結構いろんな作品が公開されていて、 それこそあのチャレンジャーズとか異国日記とか、あ、異国日記か、無慈悲なんだ、あんなこと、うん、とか、あと隠し事とか、まあ、いろいろな作品があの周辺で公開されるので、そっか、方が強いですね、方がっていうか、その日はすごいあの、うん、注目してるんですけど、映画館が大変だ、映画館が大変、どう溜め込むか確かに、うん、そうなんですけど、まあ、中でもこの前試写で拝見させてもらった異国日記、あ、うん、異国日記、ね、まあ、個人的にすごく好きな作品でしたね、あ、やっぱ良かったですか、めっちゃ良かった、瀬田夏樹監督と、はい、と新垣さんと、はい、と早瀬彦井さん、うん、ダブル主演なんですけど、うん、新垣さんもすごい素敵だったし、うん、早瀬さんもめちゃくちゃ素敵でした、漫画は原作だよね、はい、漫画原作ですね、うん、そうです、もうなんか二人の間にの空気感というか、なんか、はい、あの、うん、なんとも言えない空気感がすごい、ここ、うん、なんていうんですか、でもとにかく見てくださいって感じ、年が離れた同性の、あ、そうです、あの新垣さんの、お姉さんの娘さんを、はい、早瀬さんが演じてるんですけど、のご両親、早瀬さんの演じる、朝のご両親が、まあ、事故で亡くなっちゃって、はい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 、その朝が葬儀っていうかお通夜だとか、うん、そこの場でなんか親戚をたらい回しにされてるんです、うん、なんか次どこ行くの、誰が引き取るの、誰が引き取るのみたいな、なるほど、そんな中で新垣さん演じる牧陽が、はい、私のうちにおいでよっていうことで引き取って一緒に暮らし始めるっていう、はい、あ、そういう話なんだ、はい、へえ、そうですね、ビジュアルが印象的、なんか、うん、ねえ、印象的ですね、あの最近海のバッグの海で2人、あれもすごい良いシーンだったんです、そっか、6月暑いですね、6月暑いね、うん、これをちょっとみんなでこう語るのがちょっと楽しみ、今はあんまりこう、あまだね、けどそうそうそう、そう見たら一緒にちょっと話したいな、はい、まあ、語ってもいいし一人でこう秘めておいてもいいような、いろんなポイントがあるなと思うので、ちょっと皆さんがご覧になったらぜひお話したいなって思ってます、ね、ぜひぜひ、いいですね、ちょっと見たいです、ごめん、見たい、アンのこともね、うん、そう、同じ日だったか、同じ日です、ね、でなんかチャレンジャーズの脚本のジャスティン・クリツケスさんっていう方が、はい、知らなかったんですけど、ファストライブスのセリーヌ・ソン監督のパートナーが、あ、そうなんだ、知らなかったんですけど、今日これ話すときに調べてた、あ、そうなんだって思ったんですけど、あ、そうなんですか、ファストライブスも、ね、見れなかったんだよな、見ます、いや、まだやってるから始まったばっかだから試写でずっと見ようと思って、すごい良かった、かった、いや、ちょっと絶対見ます、あのフィントスコープの映画の言葉で山崎さんに書いていただいたんですけど、はい、あれめっちゃスケッチ的でした、本当におっしゃる通り、なんかこれしといたらよかったなみたいな後悔が一個でもある人はめちゃめちゃ、いや、めちゃめちゃ来るし、私はラストシーンがすごい好きでした、いや、あれはちょっとね、泣いちゃうよね、それは本当に泣いちゃう、なんかもう誰に感情、しょうがないよね、誰に感情移入してもなんか、マジか、誰に、うん、なんか感情移入してなくてもあれはね、うん、しょうがないよね、あれは仕方ないよね、そうだよな、リアルってこうかもしれない、すごい良かったよね、でも終わり方が、もうお二人のあれから伝わってきますもんね、ちょっと 見ます、見てくださ い, なあのノラのさ、あのパートナーの夫役のジョン・マガロが、はい、あのファーストカウの主人公で、あ、そうだったんです、ね、そう、すごい、それもジョン・マガロー、ケリーライトかと、ケリーライカーと、カーとすごいちょうどよくて、すごい良かった、すごい、うん、僕見ただけで映像めっちゃ綺麗、めちゃくちゃ綺麗ですよね、生まれこそ映画館で、うん、見たい、見たい、うん、
そう思うといっぱいあるな、気になる映画。そういっぱいあるんですよ。ありがとうございます、うん、鈴木さん、どうですか、気になる映画なんか。私はあの、はい、ポッドキャストの年始の回でもらったんですけど、はい、ボブマーリーワンラブ、5月の17、あ、5月でしたっけ、うん、そっか、に始まるんですけど、はいはい、その前に、はい、その前に、ボブマーリーラストライブインジャマイカ、うん、レゲエサンスプラッシュっていう、はい、これ結構前の映画なんですけど、そのデジタルリマスターが先月ぐらいまでやってて、あ、そうだったんですね、うん、映画館で、はいはいはい、うん、それを予習として見て、はい、準備、準備してます、ね、もう備えてしっかりしっかりボブマーリー予習、そう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 、あ、いいっすね。79年に行われた、はいはい、そのライブの模様のを収めたドキュメンタリーなんだけど、まあ、ライブ映像だけじゃなくて、はいはい、そのレゲエ実際やってる、まあ、ボブマーリー以外のその、うん、ミュージシャンたちが、はい、まあ、レゲエってこういう音楽で、うん、まあ、こういう気持ちがあるからこういう音楽になってるみたいな、うん、そういうちょっとこうインタビューのパートもあったりとか、はい、うん、あとは実際のそのジャマイカ その経済状況とか、うん、実際こういう暮らしになってしまってるみたいな、そういう、まあでも当時の話だけど、まあ今はちょっとどうなってるかは分かんないけど、その当時のなんか話だったりとか、そういうのも織り交ぜながら、うん、いろんな、まあ、ボブマリ以外もあのミュージシャン そのライブとかも見れたりとかして、すごい良かった、うん、あ、当時の映像がもう、あ、そうそう、当時の映像、それ映画館で見るって言ったら最高ですね。最高ですね、音響とか、音響とか、うん、電気映画もいいですよね。そう、なんか前アレッサ・フランクリンのやつとか紹介、 SNS も紹介したんですけど、やっぱいいなって、なんかこう見ると映画館で見るとこうやっぱ音楽とか相まって、そうそうそう、あれ、アレサ・フランクリンのやつってなんだっけ、アレサ・フランクリン、リスペクトでしたっけ、あー、あ、はいはいはい、あ、なんだっけ、あったね、あったね、あ、リスペクト、めっちゃ良かったんですよね、うん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 、元気出る系、なんかソウル、ソウルにこう背中押されるみたいな、ソウルフルな感じ、ソウルフルな感じ、うんうんうん、もうボブマーリーも5月か、なんかその、そっか、そのもう時が経つの早いというか、結構、ね、先だなって思ったんですけど、そうですよ、もうすぐそこですね、そうそうそう、ゴールデンウィークもあるし、うん、確かにゴールデンウィークもあるか、そう、監督が、あ、この人が作るんだって思ったんだよね、あ、そう、ドリームプランだ、うん、ドリームプランの監督、あのウィル・スミスがドリームプランめっちゃいいっすよね、うん、主演 あのテニスの、あ、はい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 、うん、あの監督なんですね、うん、面白そう、じゃあもう、じゃあ面白いっしょ面白いっしょみたいな、うん、ギルっしょ、本当だ、ドキュ、そっか、ワンラブもう5月か、うん、これはちょっと見たいな、うんうん、いいっすね、なんか気になる映画盛りだくさんで、盛りだくさんですね、じゃあ今日はこんな感じでゆるっとした感じで、はい、ちょっとお届けしてみました。皆さんもお友達や周りの人といろいろ映画のお話をしてみてください。そしてよろしければその感想も教えてください。こんな映画の話をした、映画見たようだけでも、嬉しいです。それでは今日もありがとうございました。ありがとうございました。